元気じゃないよ。元気じゃないよ。元気じゃないふり得意。うん。キャキャ。そうです。さっきもね、インスタライブの方でも言ったんですけど、ちょっと今日は16時から。YouTube の方で配信があるのでそれを見に来てほしいなっていう気持ちいっぱいある配信した私そう元気ですか皆さんショールーム民の皆さんは YouTube に来てくださいはい YouTube はみんなが投げたがる星とかはないんですけど星みたいのないんだよねないんだよねあスーパーチャットスパーチャスパーチャあるけど今日からドッキリそう宣伝ですいわば宣伝ですねでも今これこのショールームやってるの変わりはないのではい熱盛やってなくても大丈夫ですよ熱盛やってなくてもまあ楽しめるように頑張りますはいどこの子あスタッフさんがちょっと電話してらっしゃってて今番宣を公言した、はい、そうですね番宣ですね完全になるYouTube ライブなんですけどまあ今日はそうですねもう生配信祭りということでそうあそうだよ TikTok もね見てくださいぜひ上げてるので何本かもう動かぬ体に鞭を打ち踊りを覚えて踊ってますのでよかったら見てくださいアベノマスク届いたんじゃない分かんない届いたと思うよ分かんないけどありがとうございますはい緊張してるように見えます私緊張してるように見えるならばそれはそれで可愛いからいいんだけどなんでか YouTube 16時です16時から YouTube します YouTube ライブ萌え台詞聞きたいです萌え台詞はやめましたごめんね、スタッフがいてちょっとはぐってるね音全消しにしといてね5年目の余裕が見えるリカもう5年もいるんだこんな世界に帰りた変な風になる前に自我を取り戻して帰るわ私の名は右早見琥珀川って言って、うん、早く思い出さないとユーバーバーに殺されるねえうるさいごめんめっちゃハウるねごめんねスタッフですスタッフがいますウィン
クでもいいよ。ウィンクマネがいいの。マネージャーさんもいますけど、スタッフさんもいます。はい、怒んないで、怒ってないよ本気で怒ってたりが口聞かなくなるから大丈夫。もう無視、すべてにおいて無視本気で怒ってたのね。喋りたくもない。うん、でもあんまり自分に害がない限りは全然怒んないので大丈夫です。寝不足ですか？そうですね、寝不足といっても過言ではない感じはありますけど、でも別に大丈夫です、元気です。リカちゃん露出多くて嬉しいです。露出多いかな、多い？まあ、今日は生配信やってるけどいっぱい、今日はいつも以上にお目目バッチリで可愛い。今日はちょっとあの他のお仕事もあったんですけど、そのお仕事で多分可愛いお洋服を着るだろうなと思って、自分の中でこうビジョンを思い描きやすいようにそう、かわいい、ありがとうございます。ビギナービギナーとか言ってもらえた、それ超えて何なの、これなんか初見とかビギナーとかつくのって何が基準でビギナーになるの、ちょっとよくわかんない。今来た、今来た水産、今来た水産ですかねえりか、 YouTube で何やったらいいと思う？なんかねるねるねるねとか作る？うん、リカさん、あれ作ってみたいんだよね、食品サンプル。食品サンプル作ってみたい。作ったことない。なんかさ、まあまああの混ぜる系、混ぜる系のやつ。ニャンニャンつけばなんて開けてつければ終わりじゃん。え、サンプルじゃなくて本物作った、本物作ったのはもう取ってあるの。でもなかなか上がらないの。キキマルマルいいかも。キキマルマルはリカ何ができるかな。キキマルマル、お茶お茶とか何ができるか。キキマルマル、レモンサワーかお茶ぐらいしか思い浮かばない。思い浮かばないよ。ブラックラーメン作るしか。ブラックラーメン作ったじゃん昔の配信でさ死に物狂いだったわあの時。初見100の質問、なるほどね、質問いいね、質問募集しようか、書いといてね、わかってる？うん、チュロス作りはいいね、チュロス作り、ミッキーのやつね。なんかね、コラボはできないんだって、やっちゃダメって。メイク動画みたい、メイク動画かー、頑張るね。じゃあメイク動画はまあ視野に入れつつやるわ。いちご飴作り、なるほどいちご飴ね、いいじゃん。ディズニー、あ、確かにリカね、ディズニーのあのラプンツェルの5000ピースぐらいあるパズル持ってるんですよ。あれやりたいね。イライラして投げそう途中でってやりそう、うん、コラボしちゃダメって言われた。分かんない、なんでダメなのか分かんない。
クルブはちょっとマウスでみたいな感じで運転手さんが言ってた。何がダメなのかよく分かんない偉そうに言ってたから、そうなんですかって言ってそういうこと聞いてる。無難にモコタメだ。モコタメなら全然食べれるよ。いいか、モコタメ。ゲットレディウィズミー、いいじゃん。ゲットレディウィズミー、ゲットレディウィズミーのシミュレーションみたいなやつね、やるわ。辛いの苦手じゃなかったっけ？どこの情報それめっちゃ好きだよ辛いの。ペヤングの激辛、あ、それね食べたことない。エンドは食べたことない。激辛は食べたことあるけど、エンドと黒いやつと、もう鬼みたいなやつ食べたことない。もう激辛はめっちゃ辛かったよ。もうほんとに辛くて、もうってなった世界がいつもより綺麗に見えたクリアに、視界がクリアになって、みたいな、めっちゃ辛かった、マジで具合悪くない？具合悪くなるよね、あれね。切れてたもんが途中から。あんなこれ辛すぎて。うん。美味しいけどね。ディズニークランチ作り。やっぱディズニー系人気あるのかな？ディズニーいいね。やりたい。でもパズルと、なんか5000ピースぐらいあるパズルと、あとなんかね、組み立てるミッキーの、ウィリーのやつがあるんだけど、あれをやらなきゃいけないよなと思ってて。何がやらなきゃいけないだっけ。何やら、でもね、普通にホラゲとかもやりたいの。自分が 見るの好きだから、ホラゲ実況やりたい。なんかおすすめのホラーゲームありますか？ TikTok のメイキング的なの。あ、いいね。あ、それね。あ、それ、今 YouTube やってる水沢彩香ちゃんっていう、ミーズンっていう NGT にもともといた子がいるんですけど、その子が、TikTok 超うまくて、で、その子と一緒になんかコスプレして YouTube で一緒にできたらいいねみたいな、コラボできたらいいねって言ってたんですけど、何分なんか大谷さんがちょ、コラボ無理っすねみたいな感じ言うから、ちょっとできないもうちょっと経ったらやるかもしれない。待ってて。バイオかな。バイオむずいもん。しかも画面酔うくない、あれ。どこ見ていいか分からんのや。そう、ミーズン。クソかわいい。どうしたどうした、荒ぶってる。ラストオブアス、メタルギアソリッド書いてね。メタルギアソリッドって聞いたことあるかもしれない。なんかさ、英語のさ、家の中に、森の中の家に引っ越して、そのなんか機械で倒すやつあるじゃん。なんか、ゴーストバスターズみたいな。わかります？あ、デッドバイデイライトできないのにか。デッドバイデイライトちょっと、私、超絶下手くそリカちゃんみたいになっちゃうから。そう。ただひたすら焼酎飲むとか。焼酎まだってかちょっと分かんないな、美味しさ。ビールも飲めないもん。うん、かわいいやつしか飲めない。ルイージマンションなんて怖くないじゃん。もっと怖いやつがいる。やつがいい。めっちゃ脅かし要素あるやつ。
筋トレとかしても筋トレなんかしてるわけないだろ。筋トレね、たまに毎朝腹筋して起きてますあとはそれぐらいですかね。毎朝腹筋で起きてるぐらいですかね。1回。怖くないけどスプラトゥーンやってください。スプラトゥーンね、スプラトゥーンはあゆちゃん専門かな。スプラトゥーンはもっと上手な子がいるから。自分に甘すぎて自分に甘すぎて草そうだよ、それはただの気象、間違いない。あゆ太郎とスプラトゥーンリカボコボコになるわ。あゆ太郎めっちゃうまいからね。もうシューターからピシュピシュピシュみたいな。無理なんですけど、私ローラーなんですよ。こうやってローラーで塗る役目の人で、倒せない。人怖くてリカ姫倒せないできないから。 PUBG ね、よく言われるわ、やってって。全然できないね。もう別に普通にフリーホラーゲームとかでいいんだけどな。ザンギエフ使うしかあれじゃん、ストファイじゃん。サイレントヒル、あーいいね。サイレントヒルおもろいよね。あのさ、音量ってわかります？音量とか、あとはなんかその音量のシリーズが作って、犬鳴村とかそういうのやりたいんですよね。結構アナログ系の怖いやつ、うん、脅かし要素入っててストーリー要素あってみたいな。そう、ゼロ、あーいいねー、いいねー。 FF や FF7?やってもいいけど、リカクラウドがかっこよすぎてもカッ、うわっってなるかもしれないうわっってなるかもしれないから、ちょっと、うん、リメイク版ね、クラウドね、かっこいいのよ。クラウドマジでかっこいい、本当にかっこいい。セフィロスできない、セフィロス怖いもん。リカロン毛好きだけど、あそこまでロン毛は求めてないかなって感じそう、ドラクエ、ドラクエ、ダダダダダダティファほんとかわいい、かわいいよね、ティファかわいい。ティファ顔かわいいし、父でっけえし、もうなんもあれじゃん、強いしね。あれは長すぎ、長いよね、リカより長いもん、セフィロス。うん、クラウドが好きな、そう、クラウドが好き。クラウドのあの闇を抱えた感じの、こうもう誰とも分かりできない、なんかもうこうなんかっていう、こうなんか感じが好きです。日暮らしの泣く頃にのギャー、ちょっと待って、黒歴史ではそれは黒歴史では。エアリス派です。エアリス派ね。エアリス可愛いよね。エアリスは可愛いけど、あんまり私は、そうだな、ザックスとお幸せにっていう感じですね。うん、エアリスのビジュアルがリメイクで強さ、わかるわ、可愛いもんね。うん、バレットに黒歴史なの。だってさ、めっちゃブスなんだもんめっちゃブスだよあれ、やだ。めっちゃ昔だしね、超、え、何年前もらえ、1年、2年、3年前ぐらい、3年前ぐらいだ。演技うまいじゃんおい、バカにしてんのかバカにしてるだろ。
俺はシオン派。ああ、シオンね。もうセリフとか出てこないもん。なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。ドラマの「のどぐろでーす」とかしか覚えてない。「のどぐろでーす」しか覚えてない。すいません、黙ります。はい、茶髪リカチーや、可愛かった。今も茶髪なんだけど、言うて。赤ブルは黒歴史か。履いてた、確かに。もう見ないでくれ頼むから。あれなんで縁ばっかりしたの。ちょっともう本当恥ずかしいんだけど。うん。好みの女の子のタイプはお姉さん、エロいお姉さんが好きです。年上のエロいお姉さんが好きです。うん、やだもん、見ないでください。円盤持ってるよ、やめてよ。なんでそんなこと言うの。もう一生起動してダメそれ。もう DVD レコーダーに入れた瞬間リカの呪いで爆発するからそれ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。楽しかったですけどね。うん、いや楽しかった、嘘だな、全然辛かったな。辛かったけど、まあ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 、うん、いい思い出です。はい、爆発機能、もう画面からくってくるきっとくる出てくるよりかが。それでもいいなら再生してください。それはようこそ、やめてよ。怖い、みんなして。今何分、もう39分だ。もうちょっとしたら読める。キャーちゃん見ました、ありがとうございます。ピコン用意したか。スカパの大抵の表紙だってよ。みんな黒歴史ばっかばらしてくる、やめて。黒歴史って言っちゃダメかな。いやでもあれは、いや本当に作品自体はすごく素晴らしくて、もう全然私も大好きなんですよ、アニメめっちゃ見た、全部見たんですけど、なんとか編とかもう全部全部見たんだけど、でもなんか、うん、自分が出てるの見るとなんか、なんだろう、なんか、うん、今見たら多分すごい苦しい気持ちになると思う。日暮好きやで、ほんと。でもみんながなんかコメントしてくれないし、星も投げてくれないからもうやめようかなと思って。もうなんか赤いリカならいいかなみたいな感じでさ、見に来てるだけなんでしょどうせ。投げまーす。コメントしてるのに全然コメントしてくれないし、星も投げてくれないし、もう知らない。あ、だるまくれた。ありがとうございます、堀向さん、だるまありがとうございます。全然いいですよ、もうコメントと星をくれれば私はそれで。なんで心が読めた、私能力者なんですよね、みんなに隠してたんですけど、夜になるとちょっと羽とか生えてきちゃうんですよね。そう、能力者なの、だからみんなの心読めちゃうの。このあと誰々のレーン行こうかなみたいな心とか全部読めちゃうの。夜に配信した方が、夜はだから16時からYouTube ライブやるんですよ。なのでそちらの方に来ていただけたら嬉しいなと思います。スタンド使いか。そうだよ、能力者だからごめん。
跳ね生えるタイプの能力者、うん、中二病中二病引きずってるから、そうそう、だから泳げないんか、あ、そう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 、なんで分かったの裏設定が増えていく踊ってみてやりたいね、確かに YouTube で踊ってみてやりたい、あのなんか AKB メドレーとか、なんかこの曲流したら踊れますかみたいなやつね、よくあるやつやりたい、確かに例えばなんかイントロから始まってテンテテン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 って始まったら、あ、これですねみたいな感じで位置についてテンテレテン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 って踊るやつね、うん、やりたいやりたい、あ、リクエストとかいいね、確かに、な、生配信、生配信でやるのちょっと生配信で踊るのいいけれども、一人夢しな声やれば悲しすぎるだろいいけど全然、夢しな声やる、やってもいいよ、ただちょっと森へ行こうだけ全然覚えてない、あれ人飲みながらやってるから、リカ実は実はリカ前の人に誰かが叫んだよみたいなあれ実は人飲みながらやってる、そう、あんま覚えてないから手振り、足動かないと覚えられないんだよねリカそう、横目でチラチラ見てるのこうやってそうそう、だ前の人が間違えたらリカも間違えた、アユなんだけど前アユ間違えたらリカもよく間違えてるそう、足で覚え、いや何か何番でこれ踊る、何番でこれ踊るみたいな感じの覚え方なのリカって、で誰々の隣、誰々の隣でこの振りを踊って次の場所に行って誰々の隣でこの振りを踊るみたいな、そういうなんかパートごとに分けて覚えてるから、あれ動かないじゃん全然、覚えらんないのマジで本当に特技チラ見、そうだよ特技チラ見、でも何の変哲もなく踊ってるでしょちゃんとバレてないからあんまり、そう、動かないから覚えられそう、動かないから、めっちゃ動くやつはパレオはエメラルドとか秒で覚えたけど、でも旬で忘れました、秒で覚えて旬で忘れる、それが仲いい感じ、私は休憩やと思ってる多分ね、正解リガもった若干休憩してる、あ、この後稲妻あるなと思って、青春の稲妻、あれが一番結構きついかもしれない中盤曲で突き刺さるっつってやらなきゃいけないからね、ネクタイがバレてた、リカだけネクタイつけてないですよね、ネクタイ結べなくて私だからってやってる、もう作ったやつここに入れといて即席ネクタイさっさとファスナーとかさ、なんかあのポチってやるやつにしてほしいんだけど、それはもう中井中井さんだけそんなことできませんとか言って怒られたからだからこうやってバレてないバレてないバレた、そう、あゆは怒られ、そう、あゆは怒られてた、リカはあゆの横でバレてないバレてないと思ってやってたら、もう本番もそれでいけてたっていうそう、空気消すの上手いからリカつぎてってやめてよバレるじゃん、結んでないと思ってたバレてた、ネクタイ難しいよね、何回見ても覚えらんない、あれどうやって結ぶの、全然覚えらんない、ネクタイ結べない、うん、だからリカだけ早めに終わるのよネクタイ、これかぶってるだけだ、かぶってキュッてやるだけだから、リカだけ早めに終わるから隣のガタネにずっとちょっかい出してるのがいつもの公演のルーティンです、はい、
慣れだね。なるほど。ずっと言わないでいようと思ってた。ネクタイかぶるのほんまおもろいできないんだもん。しょうがないじゃん。そんなできないのとでやれって言われたらできないんだから。残り15分大丈夫そうだね。そろそろ終わります。皆さんありがとうございました。この後15分後に YouTube ライブやるのでよかったら来てください。バイバーイ。 Ah!